います。この時、磁石がコイルに近づくタイミングをずらすことで、コイルに電気が流れて、豆電球が光り出します。また、振り子の長さを変えたり、磁石の磁力を変えることによって、発電量は簡単に変化させることができると思います。もしかすると、糸が磁石の磁力に負けて、ねじれて N 極と S 極がくっつく可能性があります。しかし、それは糸の部分をもっと強い材質のものに変えることによって解決できると思います。もしこの実験が成功すると、宇宙で電気を無限に作ることができるかもしれません。燃料もいらない、環境にも優しい、新たな発電